クロスかわいいね、パンちゃん。当ててクロス。さあ、起きようよって、お前らだよって言ってだいぶ寝坊しました。寝てたな、くんくんくん。ぽんちゃん、気持ちいいですか？外は結構暑いんですけど、今エアコンが効いているのでいい感じ。ジャン君、ジャン君の背中の柄が難しくて、なんでぐるぐる回んの、ぐるぐる回ってんの、なかなか絵にできないんだよ、この柄、この柄。難しいって、ジャン君。昔は白い時はほとんどなかったのに、やっぱり点々だね。島に見えるけど、こうちょっとまばらな点々の集まりなんだね。ジャン君、ジャン君。僕の柄綺麗でしょ。そうなんだけど、絵にするのが難しいよ。ジャン君、ジャン君の背中の柄を描くのに、マオイママさんから写真が届いています。難しいよ、ジャン君。このままやるとかなり込み入った絵になるので、少し、そうだね、デフォルトというか簡略化して書かないとね。はい、頑張って書いていますが、ちょっと迷っているところ、これでしょ、この前が、これちょっとやりすぎだよねなんだろうこれ。もう一回ちょっと書き直しをしていますが、線っていうよりは点なのかな。よいしょ、じゃあちょっと頑張ってみますか。しばらく時間かかるね、これ。他でも使えるように、マークっぽい感じまで落とし込めればいいなと思ってます。ポンちゃん、ジャン君、ポンちゃん、なんか仲良くしてんの。ジャン君とポンちゃんにこうされています。見えるかな、こことかこことかこことか、わかるかな。そしてここ最近甘えてくれるのはいいんだけど、爪が伸びています。この間もジャン君は爪を1本切ったら逃げられました。ちょっとずつ切るよ君たち。これでね、これでね